どうも、スイッチマンです。スーパー系ロボット対戦アルファ第10話やっていきます。前回はサイバスター関連のお話でした。今回はライディーンです。序盤はこんな感じが続きますね。それでは始めていきます。こっそり熟練度ゲット。それではスタートです。ブルーが兄貴じゃどうしようもないので、基地を目指します。
こっそりやってきた遊星ですね。SRX チームも使用化にしてるので、ガンガン使っていきます。こっそりを選ばなかった場合は、ライたちが一緒になるのかな。まあ、じきにライディーンも登場するので、流星だけでも余裕です。相手はドローメがほとんどですしね。盤上も登場ですが、大ターン3ではない。アルファはやたらと分離形態で出撃しよるな。コマは揃いましたね。相変わらず武器は多いな。アルファは武器は個別改造だからこんなに武器はいらんのよね。ではドローメ倒して気力上げていきます。ブーステッド来訪が使えんじゃないか。しょうがない、ブルーガーで削るか。俺に任せろ、ミサイル発射。何このダメージ。サイズ差補正ってやつか。調べたら、アルファのサイズ差って命中率だけに影響するみたいなんで、ただ攻撃力が低いってだけみたい。ここはバストドンを老化してあげよう。じゃあ、マッハアタッカーでも厳しいってことか。
で跳ねとる。あれ、そこそこダメージ出るやん。この波乱万丈、素手であってもやられんぞ。こうなると、神宮寺がシャバいってことになりますね。ブルーガーのミサイルはリクガビーでした。飛型適応の問題か。シャバイとか言ってごめん。神宮寺も俺に任せろとか言うけん、神宮寺にも責任はありよりのあり。反撃で落としていきます。バストドンの圧がすごいので、バストドンも始末していきます。照準セット、ファイアバンジョーは気力上げてミサイルで攻撃。途中はしょります。あとはガンテだけです。ライディーンが仕上がってるので楽に倒せるはず。シャーキンを最後に倒します。これくらいのダメージ、気力マックスなんでいいダメージ出しますね。
ては流星でとどめ。残るはシャーキー。ゴッドガードでごっそり行きます。ゴッドガードチェンジ。照準セット。強い。やりおったら。お大写真。狙いが甘いぜ。あとは適当に削って、もう一発ゴッドバードかませば終わりです。もらった。やりおったら。とどめだ。なんと。おい、マジか。 27% でした。僕の知ってる 27% って、普段はおとなしくて人当たりのいい感じのやつだったんですが、まさかこんなことをやらかすとは。では盤上の敵。危なかったぜ。ゴッドバードチェンジ。照準セット。おのれい。
完全に気を抜いてましたね。 27% のやつには参りました。もう、昔のあいつじゃないってことです。ということで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。